おはようございます、カオパパです。今日はですね、栃木県のあのど真ん中にある山の塊で、高原山っていうのがあるんですが、その高原山に向かってます。今ちょうどですね、時間は6時20分ですね。ちょうど朝日を浴びてですね、この高原山非常に綺麗に映ってます。今日はその高原山のですね、主峰というか一番高い頂きになるんですが、釈迦ヶ岳というのがあるんで、そこに登ってみたいというふうに思います。いやー、堂々としてるな。今ですね、ちょうど7時15分ですね、大ママの駐車場に着きました。こちらでですね、ちょっと準備をして今から登りたいと思います。車はですね、そう、3台しかないですね。そのうち1台はなんか若いカップルが寝てるようなんで、何をしてたんでしょうかね、気になるとこですが、とりあえず山登り関係は2台しかないような感じですね。こっからですね、出発して、今日は釈迦ヶ岳まで、行ってみたいと思います。今日はね、そんなに遠い山っていうか難しい山じゃないんで、本当に最低限の荷物しか持ってこなかったですね。ちなみに気温はですね、結構あるな、17度8度ぐらいですかね。あったかいです。で、僕もね、ハードシェルとかその辺はもう全然着ないで、このフリースだけで、今日は行けそうな感じがするんで、これで登っていきたいと思います。よし。出発からですね、7、8分で、ここですね、分岐です。こっち行くわけなんですが、こっから出発したんですけど、大ママぐっとここ来てですね、八海山神社まで行って、こっから剣ヶ峰釈迦岳というふうにちょっと行きたいと思います。あら、忘れ物がこの時期っていうのはいっぱいありますね。これメガネ屋さんのだな、メガネ拭きみたい。こんなものが落ちてます。はい、お心当たりの方はですね、見晴らしコースの分岐ですね、ここまでお越しいただければと思います。それではここからですね、上りになります。よろしくお願いします。でもね、今7時33分ですか。すごく気持ちがいいですね。今日は天気がね、めちゃくちゃいいということに加えてですね、風がほとんどありません。先日の那須、その前の週の谷川岳、そしてその前の週の那須と、強風でですね、3連敗してる
わけなんですけど、今日の高原さんはですね、まあ、見ていただいた通りほぼ無風ですね。本当に無風ってのはこの状態で、まあ、七かまどの木もですね、葉っぱ落ちてね、もう完全に冬ですね。冬は冬で、山の形やですね、道がよく見えて、登山には逆にいい季節なのかなと思いますね。まあ、ずっと、まあ、そんなきつくない登り一辺倒なんですけど、まあ、こんな感じで稜線を登ってるんですごく気持ちはいいですけど、やっぱり、まあ、元火山だけあって、かなり大きい石がゴロゴロ露出してきてますね。この辺からですね、ちょっと角度がきつくなります。このゆっくり角度で永遠とダラダラ登っていくっていうのは、まあ、地方の低山ならではの斜面ですね。まあ、これはこれで、非常にまた楽しいところです。晴れていい天気ですね。ね、神社 0.8 キロ。おお、いいですね。南がこっち、東がこっちですね。ということはあの辺は玉乳の町かな。あっちか、宇都宮がこっちですね。あ、ちょうどね、見えますかね、小菓子山が見えますね。独特の山容がよくわかります。気持ちいいね。気持ちいい。この尾根を歩くこのコースっていうのは本当にいつ来ても気持ちがいいコースですね。ですね、ちょっとこう見晴らしいところなんですけど、まあ晴れてるんでよくまあ見えますね。ですね、僕の指まっすぐずっと行ったあの辺りですね、小菓子山が見えますね。もろ小菓子山という形してますね。あそこが、あの山が何だろう、羽黒山かな。まあ、ここを降りていくと、まあ、牧場とかね、いろいろ見えるんですけど、方角的にはですね、あっちが足尾方面になるんかなですね。ちょっといまいちはっきりとは言えないんですけど、そんな感じです。あそこに見えるのがですね、わかりますかね。こ
向に三角になってますけど、あれが富士山ですね。本当にこっから大きく見えます。まあ一段とひときわ高くですね、そびえてますね。さすがですね。ちょうどですね、あの山、あれがですね、目的地の、釈迦ヶ岳ですね。で今こっち登ってるんですけど、こっち向かってるんですけど、こちらの剣ヶ峰ですので、今八海山神社経由ですね、剣ヶ峰の方からぐーっと釈迦ヶ岳の方に登っていくと、まあ、そんな感じですね。よし、いや登ってきたな。よし、はい、着きました。ここは八海山神社です。よいしょ。本当にね、この祠も多分神様が来ないんじゃないかなっていうぐらいボロボロですね。ここからですね、さっき八海山神社を出て今剣ヶ峰の方にちょっと登り返すような、感じで、坂道を上がってます。多分すぐそこが剣ヶ峰なんで、まあ、10分ぐらいだと思うんですが、焼いたの最高だ。何を言いたいんでしょうか。それではですね、ここから、釈迦ヶ岳への登りに向かいます。ここは一旦軽く下ってから登り返すって感じですね。ちょっとその前に水分補給でもしときたいですね。よいしょ。剣ヶ峰からですね、だいぶ一旦降りるんですけど、本当にね、あっち側がね、釈迦岳目の前に見えてるんですけど、この降りるのがちょっともったいないということですね。やっと剣ヶ峰まあ剣ヶ峰っつっても、まあ峰は峰なんですけど、特別見晴らしもいいわけじゃない、ないですね、ここは。
こっちが釈迦ヶ岳ですね。ぐーっと巻いていきます。こんな感じでですね、ひたすらずっと降りてきます。まあ降りるのはね、登りよりは楽だと言っても、また帰りここ登んなきゃならないんで、まあ正直あまり降りたくはないんですけど。はい、どうも。今ですね、だいたい9時半ですね。まあ、釈迦ヶ岳目の前に見えてですね、一向に距離が縮まんないんですけど、ちょうどなんて言えばいいかな、地図上だと釈迦ヶ岳の北東ですね、北東の斜面をこう尾根伝いにですね、ずっと遠巻きにぐーっとこうトラバスしているようなイメージで、まあ徐々に近づいてはいるんですけど、なんとも距離が縮まってる実感がないので、ちょっと疲れてきました。ああ、だんだん釈迦岳が目の前に見えてくるようになりました。いや、この頂上前の急登が結構きつい。ふんばりだけど、北東斜面というか今は北斜面ですね。巻いてきたというような感じですけど、まあまだまだ先、あとこの感じだと15分ぐらいかな。あとどうだろう、これ意外ときついんだよな。はい、まあゆっくり行きましょう。いや疲れた。慶長山への分岐ですね。慶長山はね、あっちの山なんだけど、ここ降りてって登り返します。僕は釈迦ヶ岳なんで、こっちですね。あと山頂まで、まあ、すぐそこですね。もうほぼ見えてるんで、あとは、最後の最後なんで、ゆっくり行きたいと思います。Thank you.
ゃあ来た。よし。今ですね11時50分、頂上を出てですね、出発地の大間間駐車場まで戻りたいと思います。帰りのルートはですね基本的に行きの逆なんですけど、八海山神社のとこまで行ってですね、そこから、別ルート、まあ大して距離は変わらないんですけど、まあ、そこまで行ってですね、林間コースって言ったかな、ちょっとそこも通って帰りたいと思います。それでは、まあ、下りなんでちょっと撮影は危ないところが続きますので、そんな感じで、帰りたいと思います。出発してですね、
大体1時間どれぐらいだろう、1時間半ぐらいですね。まあ行きも通ってきたあの八海山神社に戻ってきました。ここ通ったのは午前中の10時ぐらいだったですかね、10時前か、9時半ぐらいですかね。ずっと今日は雲一つない、まあ太平洋の方に雲があるけど、まあここら辺は雲一つない天気で、非常にありがたい登山でございました。帰りはですね、林間コースですね、林の中のコース、まあどっちだっていいんですけど、まあ行きと同じとこよりもまあこっちの方がいいかなと。行きはこっち来たんですね、見晴らしコースで、帰りはこの林間コース、地図上だとだいたい距離は一緒ですね。でもね、まあここまで来たんで、あとは大きい事故とか多分ないと思うんですけど、膝がね痛い。ずっとね、まあその名の通り林間コースなんで、林間なんですけど、ちょっと涼しくっていいかもしれない。こう汗が引いてきましたね。ただ一人で歩いてるとあれっていうような動物の鳴き声や、なんとなくこう不気味に感じる音とかが聞こえてくることがあるのでちょっと怖いですけど、時間は2時24分、だいぶゆっくり来ちゃったような感じですね。地図上だとね、あとそうだな、あと10分以内で出発地の大間々台の駐車場ですね。まああと最後、確実に怪我しないように行きたいと思います。大間々の駐車場が見えてきました。ちょうど看板の裏手に出るんでね、いや長かったな。無事着きました。時刻は2時39分ですね。行きはこっちから行ったんでね、無事帰ってきました。お疲れ様でした。